あ、なんかね、あのコメントで伝説デイさんと、ソイタカオと、プリプリのフレンド情勢について解説した時の動画あるんですが、それについて、はぁ、おめぇ、大人げないな、はぁ、伝説で、伝説のデイは発射小事例だ、はぁ、それ気づけよ、はぁ、みたいな、なんかあの、向こうは仕事でやってんだから、はぁ、的ななんかあって。で、プリプリは、何今でもチーム組んでんのって。で、組んでもらえてないでしょみたいなあって。で、あの、消すのめんどくさいんだよ、的なコメントあったんですけど、返信させていただきました。はい。伝説のデイのね、まあ、今ここでもね、言いますが、伝説のデイはね、あれはね、社交辞令じゃなくて、嘘です。はい。皆さん、嘘と社交辞令の差はね、わかりますか？ね、あれね、嘘っていうやつなんですよ。はい。で、あと、仕事がどうたらって言ってね、その、お互いの利益になるような付き合いとか、その時はね、仕事じゃなかった気がしますね。はい。配信とかされてたんかな？裏でやってて動画撮ろうとしてたから忘れたけど、ずっと配信してたはずなんですよ、彼らは。だから仕事として捉えるかどうか。で、仕事なんかな？もう本業なんですか？伝説のデイさんは。まあ、その時は確か仕事じゃなかった気がしますよって返信して、あとプリプリとなんか今もチーム組んでもらってるかとかなんか言って、だからチームは一回も組んだことないんですよ。それなのにフレンド追加してくれて、だからこそ評価爆上げなんじゃねえの？と、チーム一回も組んだことないんだよ。なのにフレンドになって、そいつこれでもうこれまでずっとフレンド削除したいんですよ。だから爆上げなんじゃねえの？はい。そこがあいつらとの差なんじゃねえの？プリプリとそう、伝説のデーの。なんじゃねえの？っていうやつですよ。はい。炭鉱何しに行ったんずら。バッキャロー。旦那様救助や。社交辞令の場合は、わ、いいこと言うやん。ね、行けたら行く。そう、次回の期間に終わらず、確かにそうや。行けたら行くわ。うん。今度やろう、今度。そうだね。うん。ははは、確かに。確かにそうやな。うん。その通り。その通り。はい。ああ、またなっちゃった、みんな。俺いつもこいつのバーのあれをタップするんだよ。いつもこのバーの。場所が悪いんかいな、これね。思ったけど。場所が悪いんじゃいや、これ。なあ、思ったけどさ。場所が悪いんじゃい。板つぶしのバー、ああ。板つぶしバーだな、これね。板つぶしバー。なんじゃねえの？前者の人たちに、D はキャリアリキっていうのを見た。そうそうそう、そう、正解正解。正解ですよ。うわぁ！正解正解。そういう高尾もそうだよ。全員そうだよ！申し訳ねえけど、ソロでやってるやつどんだけいんのよ。ソロでやってるやつ。俺くらいだろ。マジで。ソロのやつ出してこい、そいつよ。みんな。あと、朝昼晩やってないやつな。うん。まあ、いつも言っとるやん。ソロでやってて、朝昼晩やって、上位に食い込んで、その後そのまま連れて行かるのは、それ違うからな。みんな。そんな時間ねえんだよ、こっちは。時間を言い訳にすんな。するよ、バカが！やればやるほど上がるゲームじゃん！するに決まってんじゃん！はぁ、おめぇ、ランク低いな！はぁ、はぁ、ちゃうねん！こっち時間ないんじゃい！いい時間が言い訳やんけ。バカ。なぁ、みんな。あぁ、こすられる！バカが！なんで動かんの、旦那様。旦那様、梅酒飲んでました、今。はい。あなたに、てれれれ、てれれてれてれてれれれれれてて、このね、ね、誰やっけみんなこれ。岡蔵証券？岡本証券？岡田なんたらさん？ポルノグラフィティのさ、その人。ね、久々にチャンネル更新したと思ったらさ、あいつな、ただの新曲宣伝でな。まあ、曲は人それぞれなんだけどさ、なんか最近、人気の、シンガーソングライターたちに若いエネルギーをもらいながら、作って、楽しくできましたとか言いながら聞いてみたんだけどさ、もう全く俺のその好みで合わなくて、もちろん曲はね、もう人それぞれだからな、ね、もう全く合わなくて、ただね、上げたその最新動画がさ、めっちゃくちゃ楽しみにしてた時にさ、上げた最新動画が曲のアルバムの宣伝でね、もう俺はもうあいつ登録解除した。もう羽馬ライダーとかアゲハチョウぐらいしか聞かんわ、もう今度。
ゲートが開いた。一番下手争いはディスディとソイで争ってました、はい、クリティカル率プラス 300% ゴールドドロップ率プラス 300%、はい、だそうです皆さん、はい、で、99倍のなんたら、はい、目障りだ広告、目障りの広告よ、はい、重いよみんな、めっちゃ重いんだが、うん、車輪へ錆びついた車輪悲鳴を上げ僕らを運んでゆく、あー駅へとペダルをこぐ君の姿、トゥルルトゥルルトゥトゥルルトゥ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 トゥ、笑っただろうあの時僕の後ろ側、誰もおらん後ろ、あっ後ろ側で、はい、あはーい、カッカッカカウボーイ、カッカッカカウボーイ、二人も来ないでください、すいません二人も来ないでください、クソカスクソカスが、あーありがとうな、遠く行って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 、おお、隠密書のに罠に触れるんだ、吸われたね、まあハンターは気づかなかったんだけど、とりあえず間に投げようと思ったんじゃない、だってあそこで隠密してるって分かってたらもう来てぶん殴るしかないじゃんハンターは、ね、だからハンター気づいてなかったんだよね、およ、ずんだも、ずんだもちやん。ずんだもちごじゃないか。もうハンター今メンタル終わってるね。傭兵にさ、スタンもらってんだけどさ、本来ならちゃんとその間に、なんて言うんですか、罠を置いたりとかするんで、スタンもらうことなかなかないんですよ、ハリン。ね、どうやってスタンもらうかというと、多分、車輪から人間体系。ね、走行モードじゃない。何トランスフォームした時になったんですよ、あいつ。ギターの間でトランスフォームしたんや。ゲートにくっついてる人少ないですね。まあ、旦那様は海岸ゲート行くわ。幽閉恐怖やー、マジかよ。かりんで幽閉恐怖ってお前、終わってるやろ。みんな勝ちました。旦那様のファーストチェイスで勝ちました。はや、加速した、みんな。すげえ。なんだよ、お前、どうして登録しない、簡単だろ、はいよ、そっちじゃなくてこっちだよ、ちょいちょいも登録したよね、